さんが天然なのに気づいたのはいつ頃からですか？これはね、もうね、小さい時からこんな感じなんで、なんか僕からしたら別になんか普通っていうか、あんま気になんない。でももうほんとこのままって感じ、二人でいる時も。なんで気づいたっていうか、まあ、うん、これですね。どれ？これです。これ？それでいい。生乾きのモーリーか、アルファベット言えますか？アルファベット。あ、待って、お言っちゃった。そういうことじゃねえよ。簡単な質問って何ですか？それです。それそれ何ですかって、もうそれ質問だから。わかった？アホなのかな。適当なあだ名ください。適当な、人間コンパス。質問です。 YouTuber さんとのコラボを考えてますか？コラボをやってみたいですね、やっぱり。でもまあ僕のね、お兄ちゃんこういう感じなんで、コラボ相手がね、ちょっと困っちゃうんじゃないかっていう心配はありますけど、まあ、ぜひね、こんな僕たちでもコラボしてくれる方がいらっしゃれば、ぜひお待ちしてます。はい。質問、納豆混ぜるときは時計回しですか、反時計回しですか？納豆時計で混ぜんの？混ぜねえよ。やると方向だよ、この混ぜる向き、時計回りか反時計回りか。あ、そうだね。あ、納豆時計で混ぜる人いるのかと思った。いないか。あ、ほらこれ来てるよ。ほら、二人でこんちはって言ってほしいです。あ、あれ待って、こんちはってふざけないといけん。毎回やってんじゃん。だってわかるわかる。一緒に、うん、せーの、こんちは。え、モーリーくん、門出って読めますか？いや、読めませんね。読めちゃう。ちょっとこれは難しい感じで、ちょっと読めないですね。グーとパーで別れる時の掛け声って地域によって違うと思うんですけど、二人は何て言って別れますか？あ、お前パーなんだ。あ、俺グー。あ、そっちか。あ、またね、じゃあねーって。ですね、別れた後のあれでしょ、話でしょ。うん。質問、二人で片足立ち対決をしたら勝つのはどちらですか？さあ、検証どうぞ。え、余裕だね、それは。俺負けてる。お、絶対、俺、両足でもいけるもん。で、両足じゃ勝てるわ、だって。両足ついてんだから。いや、待って、これで。よーい、スタート。これで、え、何もしない。これってたら待ってるだけ。うん、あ、意外といけるな。え、これ永遠にいけるよ、これ。そしたら意外とできちゃうタイプ。押しやったら、だってそれはあれだもん、ね、それゼロだな。だって危ないし。二、うん、人ともに質問、ホワイトデー何を返ししますか？うん、気持ちいい。え、気持ちいいだけ。チョコ返すよ。うん、チョコ返さない。なんで？恥ずかしいし、お金ないし。ちゃんと返しない。やだ。なんで返さないの？まあ、チョコもらったことないもん。え、お兄ちゃんへ友達に騙されたことありますか？ないね。本当にない。自分気づいてないだけじゃね。うん、わかんない。てかもう降りていいよ、これ使えたから。危ない。え、いいの？いいよ。はい、負け。あ、負け。あんた負け。あ、今です、騙されたの。二人に質問です。どんな香水使ってるか教えてほしいです。あ、僕はでもあんま、まあそんなたまに使うぐらいですね。僕もそんな使わない。そんな嘘つくなよ。臭い方がね、一番持ってるだ。質問です。どんな香水使ってるか教えてほしいです。あ、僕はでもあんま、まあそんなたまに使うぐらいですね。僕もそんな使わない。そんな嘘つくなよ。臭い方がね、一番持ってるだ。多くね。でもやっぱり俺が一番好きな香水はこちらです。パブリンス。やばくね。でもなんでこんなさ、シャネルとかさ、ディオールとかグッチとか触んない、ここやめて。大事なやつなんだ。雑に。あれ、好きな昔話は何ですか？好きな昔話、あ、最近見てるのは、うん、ハマってるのは金の斧、銀の斧ってやつですね。あ、男の人が斧を持ってこうやってなんかやってる時に一気に落としちゃったんだ、その斧をね。うんうん、してるでしょ。分かる。で、落としちゃったらその水の中から女の人が出てきて、あなたは落としたのは金の斧ですか、銀の斧ですか、それともその古びた斧ですか、みたいなこと言うんだよ。うん、それ見ててなんか途中からなんか普通に素で見れなくなっちゃって、なんか気持ちが入っちゃってね、なんかお前そこ違うだろうみたいなとこあって、うん、なんかまずこう落としたじゃんね、
で女の人がこう3本ね斧持って、あなたが落としたのは金の斧銀の斧それとも古びたのどっちですかって言った時にさ、男の人はさ、いや私が落としたのはって言うじゃん。違うだろまず最初一言まずかけろよ、オケがないですかって。だって刺さってるかもしれないじゃん。だって斧を落としたんでしょ水の中に。でさ、それがさファーって言ってさ刺さったらどうすんの女の人にって。でもまあ無傷だったとはいえさ、こう出てきた時にさ、いやまずオケがないですかじゃん、まずでしょ。確かに。でそういうの一声もかけずにさ、うん、俺が落としたのどっちだったっけみたいなさ感じで言うやん、うん、そう。あと言っとくけど、お前ベニー塗るとこ間違ってるからね女の人。どこにベニー塗ってんのって。何これどこの、何これディオールないんだ、マキシマイザーかなんかのリップですかみたいな。水中の中にいたら全然落ちてないやんみたいなね。どこのリップ使ってんのっていう。ちゃんとしてさ、下地塗った後に化粧してさ、ディオールのリップちゃんと塗ってさ、最後さイヴ・サンローランのミストとかけてんだよね、化粧してる帽子のシュッ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 ってね。詳しいな、うん、質問です。好きな昆虫は何ですか。トラ。この間さ、なんか小学生がいて、なんかゴキブリがね、下にこうっていて、そのゴキブリを見て、うわー気持ち悪いって小学生ね、なんか約3人ぐらいの 5人の男の子たちがなんかこう言ってて、で俺がその男の子に喋りかけちゃったの、え、今だけ男の子なのに昆虫とか嫌いなんだってクワガタとかカブトムシとかセミとか好きじゃん男の子って、今だけ男の子なのに珍しいねって言ったら、あのゴキブリは別だと思いますよって言われて。そうだね、ゴキブリも昆虫じゃないの。まあ角生えてないカブトムシみたいなもんでしょ。だってあれモーリーのことをやっぱお兄ちゃんだなって思った瞬間はありますか。これはですね、なんだろう、よくレッスンとか終わった後に、まあ、一緒に帰るんですけど、電車とかでやっぱ疲れて寝ちゃうんですよ僕。その時にその端の席をね譲ってくれて、寝ちゃった時もこう壁に寄っかかれるようにしてくれたり、まあさりげない気遣いですよね。やっぱそこは結構思いますね。叩いてかぶってじゃんけんポンしてほしい。え？叩いてかぶってじゃんけんポン。叩いてかぶってじゃんけんポンってなんだっけ。いや、じゃんけんしてこう負けたらこうやってかぶったり。で一回やってみる。これ用意したから、帽子とバチ、うん、叩いて、え？叩いてかぶってじゃんけんぽい。分かった。あれ違う、あのじゃんけんをしてまずするじゃん。で勝った人が叩けるの。うん、で負けた人は戦えないように防ぐの。それ最初に言おうよ。いや言う前にやるからね。えねえじゃない。お互いの最近はぁって思った行動ありますか。俺はない。ない、うん、俺ね一個あんねん。なんかあんた携帯見せて、なんかここゴミついてたのね携帯の液晶に。なんか普通さふーってさ飛ばすじゃん。でまたなんかはぁってやってて。俺が、うん、なんかえふーじゃないんだと思って、なんかはぁなんだと思って、はぁってやって飛ぶかなって。なんでもよくない別に飛ばせれば。フーでしょでも普通。うん、じゃそれかな。はーって思ってこう、はーだけに、はーだけに、はーって、はーここ最近で一番お兄ちゃんの不思議な行動を教えてください。これはなんかある日なんか飲むヨーグルトがね机にあって、それをなんかずっと見てるんですよ。え、何してん、飲まないのかなと思ってずっと見せて、不思議に。なんかもう結構もう気になりすぎちゃって聞いたんですよ。なんでずっと見てるのって言ったら、なんか飲むヨーグルトってずっと見せたら見るヨーグルトになるのかなみたいな。なんかよくわかんなくないですか。で飲むヨーグルトってさ、飲むものに特化したヨーグルトなわけじゃん、うん、飲むヨーグルトって飲むから飲むヨーグルトなわけじゃん、うん、じゃあそれ飲まずに置いといてずっとこうやって目凝らして見てたら見るヨーグルトになるのかなって、ただそういう疑問。ちょっとこれ読んで。いや、え、俺言ったよね難しい漢字とかやめてって、ひらがなで書いてくれて嬉しいですみたいな。なんでこうフィリピン語で書いてくんの。いや多分中国語だと思う。うん、おバカですか、ちゃんとひらがなで書いてからね。いるよねそういう人。あ、本当はおバカって漢字わかんなくて全部この人もひらがなで書いた。同じ人種。そういうわけじゃないと思うけど、本当は漢字わかんないんだよ多分この人。ごまかしてるってこと。ごまかしてる。ひらがな書いてたからね、おバカですか。いや、あなたもちゃうんですかってどうなんだろう。この人はわざと、この人は分かっててやってんのかな。うん、え、どっちなんだろう。じゃあお兄ちゃん、金太郎についてどう思いますか。衣装がダサいね。あのもっといい衣装なかったのかなって。だからプロデューサーなんか分かんないけど、売り出し方が下手くそ。もし宇宙人が来てすき焼き食べてたらどうしますか。ん、すき焼き食べてたらどうします。宇宙人が、うん、食べてたらっていうか、え、食べれんの。まずえ食べれないと思う、一人で。
食べさせてあげる俺は。だって宇宙って重力があるから、あれなんだよ、宇宙飛行士とかだってさ、地球にさ戻ってきた時ってさ、重力があってさ、体がもうこう何、筋力使いかないからさ、こうやって歩けないじゃん普通に一人でも、うん、で宇宙人なんて主に宇宙で活動してる人でしょ。これをさ、だから地球に来てさ、なんかじゃあすき焼き食べたいですって言ってもさ、自分の力で絶対持てないから、だから俺食べさせてあげたい。だって絶対弱ってるもん、ただでさえあんな筋肉ないへなへなない頭だけでかいし。宇宙人って全員イカスイだと思う。だってあんなスペラギアちょっと食べたらもうここポコって出て。モーリーさんの TikTok の動画や YouTube の動画を切り取って編集して TikTok や YouTube に投稿するのはいいんですか。全然まあいいよ。いいよねっていうか、だって俺それやられてる側だからね、現に勝手に乗っけられて TikTok に、うん、まずお前がやってるからね。まあそうだね、全然大丈夫です。足の小指ぶつけてみて。むずくね、小指だけって。はい、痛い。あ、あ、痛い。親指が。得意教科は何ですか。まあ、僕はね、でもあんま勉強得意じゃないんで、やっぱ体動かす系の体育とか、まあ、そういうのが好きですね。ん？得意教科は何ですか。得意教科って何か？耳鼻科？そっちのか？うん。今週耳鼻科行かないといけん。10年後何してると思う？その結果になるまでの経緯を簡単に。なんだろうな、10年後でしょ。宇宙人と宇宙食を開発している。宇宙にいる本人、うん、宇宙にいるもう本場の人たちと宇宙食開発した方が早いんじゃないかって俺は思った。だから NASA とかもさ、うん、宇宙食とかいろんな美味しい宇宙食考えてるけど、うん、結局のところ宇宙にいる人に聞いた方が一番早い。宇宙人とかね。カレーの具材で例えるとしたら自分は何だと思いますか。うん、僕は何だろう、分かんないけど玉ねぎとか。俺はね、人参のネタ、あの切って一番最初に捨てるところ、もういらないところ、必要ない部分。三男くん出てくれる予定ありますか。三男っていうか三男坊ね。どっちでもいいね。呼べば来んじゃん。うん、呼べば出る。三男坊。聞こえないだろ絶対。呼んでくる。呼んでくる。三男坊の登場でーす。そう、三男坊はねペン回しが得意なんで、ちょっと見せてやってよ。そうすげえ。そう、もっと回せるでしょ、もっと回せるでしょ。なんだろう、モンキー。あれ、なんだろうモンキー。それか。うわー、いいね。それでコメント欄を盛り上げて、サンダーもうちのサンダーもすごいってコメント欄を盛り上げて。お、何言ってんの。何？スカイツリー。急に手のひらにスカイツリー。お、いいんですか。お、何？何今の。ありがとう。じゃあな。じゃあな。以上、三男坊でした。